はい、どうもごきげんよう、大将です。いつも皆さんの動画をご覧いただきありがとうございます。まず最初に前回の当選者の発表をさせていただきます。前回の当選者はこちら、ありがとうございます。今回も、プレゼント企画もやりますので、ぜひ最後までご覧ください。そして欲しい方はチャンネル登録とコメントの方よろしくお願いします。今回はベースの方で購入させていただきました500円オリパの方を開封していきたいと思います。で今回ですね、ちょっと面白いオリパを見つけまして、なんかタイプ別で買えるみたいなオリパだったんですけど、ちょっと炎をね選びました。今回は狙いはまあリザードンあたりですかね。リザードン狙い、ズガドーンとかあたりを狙ってこちらを開封していきたいと思います。500円オリパなんでね、どうなってるか。では早速1パック目どうなった、こうかノーマル、あこれはまずノーマルですね。ニャビー、はあはあ、ニャビー、ニャヒート、はあはあはあ、ということはこれはガオガエンなのかな。ガオガエンの炎ってありましたっけ。さあ3枚目、こちら、あ、ファイヤー。なるほど。これあれですね。タックボルトかなのレアのファイヤーが出ました。多分30円ぐらいじゃないかな。じゃあ2パック目開けていきます。人影来た！これはリザードンじゃないか。リザードンの SR とかが出るのかな、確か。僕もあんまちょっと見てないんですけど。人影、ポニータ。うん？ 3 枚目。レシラム回。レシラム出ましたね。これはウルトラシャイニーのレシラムですね。まあでも全部炎、炎っていうのも面白いですよね、このオリパン。ただ500円なんで、もうちょっと当たりが出てほしいな。じゃあ最後3パック目いきたいと思います。これじゃあちょっとプレゼント企画になんないな。ロコン。あ、ロコン？あれ？あれってありましたっけ？炎の、キューコンの GX とかないですよね。3枚目。うん、おお、ビクティニープリズムスター、これは当たりじゃないか。多分3000円ぐらいしますよね、今これ。すげえ、当たりだこれ。プリズムスターなんですけど、効果がめっちゃ、効果っていうか技がすごい強くて、基本エネルギー ×20 ダメージ。うん。強いよね、普通に。これ今3000円ぐらいするんだよね。これ当たりだ、よかった。じゃあ今回は、まあ、さっとね、手軽に500円オリパ3パック開封した結果は、なんとこちら当たりました。こちらもね、ぜひ、プレゼント企画の方皆さん参加してください。コメントとチャンネル登録していただいた方に、抽選1名様にプレゼントいたします。では次回もご覧ください。バイバイ。